おはようございます。テラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルオブビクトリーオリコンボ最強伝説やっていきたいと思います。ご無沙汰です。収録1ヶ月ぶりでぐらいだよね。なんかもうモンスターマスターのやつやった後にかなり相上がってますね。バトマスとその賢者になるって、じゃあレベル上げするかの時に全然手が出なかった、まあ、いわゆるよくある典型的な実況者タイプをしていまして、かなりご無沙汰のプレイとなっております。はい、まあ、レベル上げたんでね、今日は挑んでいきたいと思いますなと。はい、モンバトに関してもコンテンツがね増えました。ライアンチャレンジとか EX 回とか、本編がねちょっと難しいシリーズになってきてるんで、本編がもう少し、あと少しで300届くんですよ。どういう風な動画しようかなって考えてると、 EX 回取れてるかってなるんで、今回も鬼コンボの回なんでね、なかなか本編が進みません皆さん。まあでもその方が日付追いつくからいっかなと思ってます。さあ久しぶりになんか大会モードやるわ。なんか大会モードをやるっていうそのものがもう久しぶりっすよね。で、代表勇者決定戦っていうのはね、参加してしまうと地獄を見ると思うんで、まずはマスタークラス大会の残り2つを埋めていく流れとなります。バトルマスターとね、賢者は難易度的にはまあどっちも結構拮抗してますね。賢者は決勝戦はぬるいんですけど、参戦が、途中の参戦が難しい。バトルマスターは1、2戦目だと思うけど、3戦目と4戦目はまあ鬼門っちゃ鬼門ですね。だからどっちかやってもあんまり変わんないかなという感じです。バトルマスターから、じゃあやっていきましょうか。さあ始まりました、モンスターバトルビクトリーバトルマスタートーナメントバトルです。いやー、3回戦までは負けたくねえな。モンマスの時大変だったからね。モンマスの時超大変だったんだぞおい。今回はね、そういう変なもね、なんかね、もう助っ人の力を借りたくありません。さあやってまいりました、バトルマスター。もうね、まあ、バトルロード、モンバトを実況する中では一番好きな人が多いんじゃないかな、バトルマスターって。強いしね、単純に大会でも強いし、武器融合もいいしね。だから一番人気だったかもしんない、職業としては。上級職になるにもそんな武闘活戦士を50ずつ上げる、だから経験値28000でいいですからね。だからそんなに難しくないんですよ、上級職になると言っても。50-50でいいんで。でバトルマスターがね使いやすいからな。さあユラも相当マジだぜ。ユラ行こうや。さあ1回戦、バトルマスター1回戦。なんだっけな、もう死ぬ奴隷とか来るパーティーが覚え、来るのはね、どっかであるんだよ。あー、はい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 。立派な剣士ですですね。立派な剣士たちですね。でも、彷徨うよりはバトルマスター相性じゃないんで、覚えといて。装備を何にするかね、結構迷いましたよ。ただ、あんま強い装備つけんのもなーと思ったんですよ。ここで星屑つね、星屑の参加術なんかやろうものなって話ですから、ハヤブサの爪で参ります。オトムはコンクエストと大きいし、これね結構いいことがありまして、戦士と同じです。職業相性があるんですね、こっちは。なんで、戦士とあんまり変わんないんじゃないかな、使い勝手は。職業相性が発動することの利点はすごい大きいですからね、なんだかんだね。ちなみに、賢者はもう先に言っときますけど、発動しません。逆立ちしても発動しません。残り2体がないんだよ。で、レベルは58まで上げておきました。まあ、リュータのレベルと同じぐらいかな、これは多分。はい。中堅程度まで上げておきましたんでね、これでまあ互角の戦いまで持っていけるといいんですけど。さあ主人公持ったのはハヤブサの爪、まあ特にデメリットもないね、優秀な爪ですよ。初の2回攻撃武器しかも。まあただね、最終的に出たね星空三果実とかに比べるとね、まあパンチ力は全然ないけど、でもそれでもね390かな、370与えてるってすごいことだからね、なんだかんだね武器として。まあまあ、弱いわけはない。2回攻撃ってなるとね、それも会心も期待できるから。ちょうどいい装備なんじゃないかなと思います。ソロアタック、バウンサーバー、あー今日も可愛い。あーでもちょっとさ、貯めるする、バトルマスターに託すんだったら貯めるして、星砕きでもいいんだけどな。うおー、ストライクハード。大丈夫か？オッケーオッケー。まあ、しっかり君たちは打撃を当ててくれ。さあ。ちょっとね、久しぶりのなんかこういう大会モードしているね、楽しいね、楽しいね、やっぱ大会モードは敵のなんか逆転補正がこうやってあるのがちょっと怖いけど、それもやっぱね普通の相手とやるやるの楽しいわ。なんか普通のやり相手とやって
昨今の僕のモンバと普通のチャレンジをしたことがなくて普通にまだね、なんか強い CPU の方がまだね、なんだスペシャルカードを使うな君は。あー、ビアンカですか。あなたビアンカ派ですね。あら、いいわけ。炎か。コングヘッドが軽減してくれる、一応。うん。誘う踊り。炎の踊る、踊り。炎の踊り。まさにこれは炎の踊りです。バトマスって誘う踊りで止まんの？バトマスって誘う踊りで止まるんですか？知らんかったっすわ。賢者なら止まるよ。賢者なら止まるよ。うん。賢者なら止まるけどさ。バトマスで止まるのはちょっと初見ですね。すいませんでした。はい、グラブインパクトを探しましょう。オッケー、次つばぜりしよう。つばぜりして、とりあえず一旦止めます。で、つばぜりしたらコングヘッドと大きい石が、なんかちょっとパンチ入れて、ダメージは勝ってるからね。なんだかんだ。ダメージレスは勝ってる。大丈夫だ。うん、よし。コングヘッドは全然大丈夫。コングヘッドは炎のリングが強い。大丈夫だ。オッケー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 。一体攻撃になってくれるなら大丈夫。まあ、コングヘッドが狙われる仕方ないです。パーティー的に無理です。コングヘッドは狙われます。でも炎のリングをその分経験している。ここはいい勝負。つばぜりしましょう。もう最近つばぜりばっかしてますよ。うん、腕痛いですもん。腕は痛いわ。指は擦れるわね。爪は落ちてくるわ、ね。大変な目に遭いましたからね。いきましょう。3、2、ここ、はい、行きもうドリアム何回やったと思ってんの、ドリアム。行くぞ。ドリアム何回やったと思ってんだ。勝てるか、お前は。勝てないよな。これで勇気負けはない。怖いのは、さまよよよや、あの、アンデッドマンが痛恨を出すことだね。ここまで来ると。いや、まあ、ちょっとその、気あるな。あいつ盾何だったっけ、主人公の盾。聖堂の盾だとやばいな。聖堂の盾だとちょっと乗せんのが怪しい。あ、魔法の盾なら大丈夫っす。魔法の盾ですね。はい、と思ってんの。まあ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 、おっしゃ、もうわかりますね。リーサルいきます。これはリーサル取れます。なんでもいいよ。あ、空は高く、せーの、はい、あらがポコン、はい、終わり。合体モンスター諸君、行くぜ。私は今回アークデーモン行きましょう。ニコンボ正解か。ウルトラステープ、はい。ちょうどいいって感じにリーサ乗ったな。2回戦、ここですね。あいつ出ますね。ここには爆弾魔っちゅう、なんかよくわからないモンスターが持ってきます。はい、出た爆弾は。で、確かこいつ SP 賢者の石だから、つばぜり勝つはほぼほぼ絶対条件かな。とにかく、攻撃の場所が怖いね。敵が一応全員打撃耐性持っていて、爆弾岩に行くと地獄見ますね、これは。ただどうだろう、死のトレーに行くと思うけどな。ただパワースタンプ、あの、コングヘッドと大きい打ちっていうのは結構狙いが適当な部類に入るんで、なんだ、早速スペシャルカードを使うな、お前は。賢者にしろっけ。あ、ああ、引かれなかったか。なおのことやらなあかんやつや。引かれたわー、しかったか。さあ、大喜利中、まあまあまあ、ここで、さあ、そろそろ行くか、上振れ引くか、パワー、スタンプ、せーの、はい、よいしょ、ナイスナイス。打撃耐性みんなあるからね、ちょっとね、会心ポンポン出していこうや。行くぜ。はやぶさの爪の、もう、カーン、1、イェーイ。素晴らしい。もう、はやぶさの爪好きだわ。疾風怒涛の、4、乱撃、147。打撃耐性あるとこんなもんか。でも、バトルマスターが今、死の奴隷になったよね。だから、こいつにはいかんと思うよ。さあ、笑う状態になりました。ここから3回攻撃を当てると、メガンテ状態になります。なんか、よくわかんけど、剣を投げてきたな。意外とね、これもね、通行率高い技ではあるから、怖いけど。さあ、コングヘッドはちょっとね、あまり頭がよろしくない。オッケーオッケーオッケー、よしよし、大丈夫大丈夫。せーの、はい、オッケー、しっかり食べ大丈夫だよ。つばぜり合いどうしようかな。笑う入ってたのか、今。砲丸投げ。まあまあまあ、主人公はメタキンの盾だから、通行は絶対主人公は受けない。他のやつは受けることはもちろんあるけど。狙われる関係上ね、これが一番いいでしょう。4連撃行くぜ。その、4連撃、あ、嘘でもねえ。そういや、お前ちょこちょこ受けるモンスターだったな。なん
あ、シルクでまあちょこちょこよけるみたいなやつだったら、もうバカー、そこ行ったか、そこ行っちゃったのか。あ、でもこれワンチャンさ、笑う状態ってことは相手は動き、勇気の調整があまりできてない可能性はあるのか。ワンチャンここでコングヘッドが当ててくれればいけるかな、リーサル。でもリーサル失敗すると爆弾岩はそもそも大きくなるし、あ、やべえな、回復入ったか。みんな打撃耐性あるもんね。ちょっと怪しいな。いや大丈夫だ、次つばぜりゃ一回しよう。よっしゃ、やる、ハマー やるね。クラブインパクトが OK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 、クラブインパクトして、つばぜりゃ一回した方がいいね。多分もしかしたらこれはリーサルいけないかもしれない。打撃耐性が敵高いから。あ、リーサルいけます。あ、リーサルいけます。あ、ハマンちゃんありがとう、ありがとうハマンちゃん。もう分かりますよね、こんなもん。 201? リーサル合体モンスター召喚。はい、リーサル確定です。私は今日はアークデーモンの気分なんですよ。合体オニコンボいくぜ、痛感ウルトランス吹き飛ばせうおれ。これでも500位600位かやったか。打撃耐性って怖っ。さあ、3回戦まで行くとですね、次の相手はね大輝です。この神ツンツン男なんで、なんかここは勝ちたいな。ここ勝てなかったらどうなるかっていうと、ひなの最大ですよ。まあ、ちなみに大輝のチームなんですけど、町のみんなが強化された時に使うパーティーと全く一緒ができます。意外と大会パーティーってみんなね変えるのにね、町のパーティーそのまま出してくるのはお前しかいないと思うよ。まあ逆に言えば手ぬ、ピンポイントアークデーモンをしよっかなって思ったんですけど、やめました。あのですね、なんでかっていうと、そう、今度はそうすると職業相性発生しないじゃないですか。っていうことは、あの、普通に HP が低くなって競り負けるなって、思ったんで、ここは。怖いのは、ギガスラッシュで強引に削られることだよな。早いなんだ。スペシャルカードそんな早く使うな。あれ?あ、セールのモーションになった。あ、そっか。これワンチャンやばいぞ。ギガスラよりやばい可能性あるな、これ。で、大木ルチ、お前まずいんだ、それ。メタキンズって持ってる、あいつも。こっちもだけど。で、エリミネーターが打撃耐性はないに等しいんで、ないね、通常。なんで、ストーンマンとね、バトルマスターはね、あの、せっかく打撃耐性持ってるのに殴られるっていう、こっちはコングヘッドです、ちなみに。え、嘘!早っ!マジ!そんな早く立ち塞がれる!こうなるとダメですね。これきついっす。正直このパーティーって、こうなってしまうと厳しいです。はい、効かないんですね。仁王立ちの効果を受け付けて立ち塞がることになるんで、ただこの技って相手のスパイスが遅すぎてそもそも発動しないことが多いんですけどね。あー、ダムボール引いてるね。ちょっと。いや、食らった。あ、一体なら大丈夫。一体なら全然大丈夫。一体なら大丈夫だ。で、これもダメですね。はい。当たろうが当たろうが、これはダメです。いやー、マジでか。そんな早く動く。ちょっとね、ストーンマンも危惧はしてたよ。うん。そうなんか、まあまあそれならいいか。大ゲージ、あ、やっぱりくそ、大ゲージちゃった。あー、もう大ゲージちゃったもん、今もう見えてたもん。あ、大ゲージちゃって、いやー劣勢、ちょっと劣勢だね。ストーンマンがそんな早く動く、ハマちゃん、あー、そいつ絶対ダメだもん。アークデモありか、本当にって今思ったな。ハマンちゃん交代でもよかったか、ここだけ4連撃。おい、なんでなんでなんで、どういうこと?何をどうすればストーンマンが避けるの?ちょっと待って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 、おい、出るぞ。やばいな、これ。びっくりするほど相手がすごい。なんか、びっくりしたもん。嘘嘘。エリミネーターはとストーンマンって避けねえぞ、めったに。おい、プラキンスキャンしてんの、お前。お前のストーンマンもしかしてプラキンスキャンしてんの?びっくりだわ、そんなことされたら。こっちも、もう飛び出ますよ、目。目が、ってなりますよ、ほんとに。びっくりですわ。まあ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 、まだまだまだ。ただね、ダメージが出せないの厳しすぎるね。いや、マジで厳しいよ、これ。
なんで？ちょっと待って待って待って。ストーマンに何回受けてんだお前。え？ストーマンの回っていくつだ？2回受けてるけど。まああれどうせ立ち寄せがやってたけどね。うん。びっくりだよ。まあゲージはそこそこ。この分だったら多分勝てると思うんですけど、最近悩みは指が痛いことですね。無理だね、つばぜり合いしてるからかな。爪が裏返ったこともあるしね、普通に痛い。うん、まあその方がいいのかな。次のターンにさ勇気ためきれればいいんだけど、この当たり具合は厳しいな。ここで動いてくれね。会心とか出してちょっと勇気回収するしかないかも。光の玉とかありゃいいんだけどな。この局面は一番光の玉使いたい局面ではある。いやー厳しいな。ガード、あー普通に当たったのか。そう、マジそういう時ちゃんと先つけてくんの。しっかり動いてくんな。いやーきつい。いやーこれはねー厳しいね。うん厳しいね。こんなに強いとは思わなかったな。マジバトマスもやっぱここで止まんの嫌だよ。いや3戦目で負ければ一番嫌なんだけど俺。もうヒナの最大なんだって。それすると、いやー4連撃が当たってあんなピロピロ枯らせたら無理さ。いや分かんないよまだ。こっちの余計もあるかもしんない。まだあるぞ。え、あるんじゃねこれ。え、あるよ。いけるかいけるかいけるか。いけー。あー21残った。こうなるとねもうね余計とかミスに期待するしかないね。あーら300。お、ワールドあるな。相手がダウンウォールだったらなんとかなるか。ダウンか、ダウンウォール耐えるんじゃねえか。え、耐えるんじゃねえこれ。はい耐えろ。よっしゃ。ナイスだナイスだナイスだ。最近何回も使い回されているおじさんがいるらしいじゃない。いくぞ。たまにはお前の本家の技を打ってやれ。いくぜーオーラー。元祖バトルマスター、モンバトルはバトルマスターと言われた男、ライアンの究極爆裂拳、ホイミンにはいつも悩まされている。やったー。最後の最後で運が戻ってきたな。さあいよいよね決勝戦まで行けましたね。いやありがたい、ありがとう大輝。ありがとう大輝。いいバトルだったな。そうだね。さあ来ましたよ。次来ますよ。ね、武器買いたい。決勝戦龍太のパーティーですね。非常にチビが高いパーティーとなっており、まあ龍太自身のレベルもかなり高いことから、そして同じ4連撃ですねんで持ってんのが。これね、マジでここに至ってはね、武器変えてえのよ。横が横だから。なんだ3000とか。あまりモンバトを経験したことない人とかは、てか僕も初め経験はしてたけど、相手のパーティー見た時に、3000で見た時、マジって思いましたね。そういうのが、だって99って書いてあるんじゃねえかよ。99なんだよな。相手がレベルカンストしてんだよな。てかよく考えたら。だからこういうことになるんだよな。最先よく行きましょう。同じ武器同士、仲良くしようや。疾風怒涛の4連撃。シルビーに行くね、やっぱ。基本シルビーに行ってくれるはず。で、このシルバーデビルが魔獣系であり、まあ悪魔系なわけですよね。特攻取りやすいんですよ。ガトマスの判断力もあるんで、魔獣の爪を使うとかなり突破しやすくなるんじゃないかなという感じですけど、まあまずはね、己のパーティーを信じという感じですね。はい。なんでかというと、別にまあここだって負けても次できますからね。ちょっとね、ここはね、まずは自分のパーティーを信じたい。4連撃はきついんじゃ。ほら、こうなるもん。ほら、こんぐらいと殴られる。まあまあ、今月は殴られるだろうな、このパーティーはな。大きるちか、主人公行ったら痛恨っすね。いやー、厳しいね。ベラボーに HP も高いしね。あーらー、ポンコイ。シルビーに行くね。そうね、でもシルビーね、一番狙いやすいけど、避けるモンスターであるよ、ちゃんと。あ、ドラゴンシールドじゃん、あいつ。もよく持ってんの、持ってんの。じゃあ、いいわ。パワースタンプ通るね。いや、結構食らうな。割と食らうのね、君たちはね。
で敵の SP なんだっけな、どうせダメージ系なんだよこいつって。あ、確かギガデインあたりが飛んでくるはずなんですよ。おーおーおー、あれ光るとこだった、あれ光る、ことごとく読みを外しております。光るとこだっけ、なんか確かリュータタクだった気がするけどな、リュータ確かねタクだった気がするけど、天魔剣から走ってくれた、オッケー。まあまあまだこっちの方が被害低い、大丈夫だ。次つばずり合いして様子見ボーン、まずあーんかわいい。いやー肝心なところで、いやでも肝心なところはさっき3回戦出してたわお前、よく考えたら、うん、頑張ってんもんな、大丈夫だ、その頑張りは認めるぜ。だからついてきな、4連撃ぶち込んでいこうや、ブードトーの4連撃。いやー会心出ないね、思いのほか出る方では、あいいね、それ会心判定来たんじゃない、はい、よしよしよし。メタキンタって装備してないのはね、ちょっと、あ、情弱ですよ。で、ドラゴンゾンビは痛恨絶対出ないし、技の関係上。シルバーデビルもこう、灼熱の叫びならまだいい方かな。漆黒の爪でね、まあ、痛恨&麻痺とかね。そういうの一番怖いからな。見てつかずの方がまだいいっす。で、ここつばぜれします。様子見です、つばぜれで。っていうか、しないと死ぬ。光玉使ってもあいつ確か。なんだったらここ勝たなきゃ終わるかもしんない。嫌なプレッシャーやめてくれる。ドリアムでの方期待させられたからね、分からされたわ。はい、ここはほらね。ドリアムでねだいぶ期待させられましたよ、ゲージ止めには。だから負けない、勝たせてもらうぜ。ドリアムチャレンジが俺を強くしてくれたわ。あの絶対無理なライアンでドリアム挑む企画が俺を強くしてくれてるわ、正直これは。つばぜりが単純に上手くなってるわ。だいたいゲージが赤で止まるんですよ、もうなんかやりすぎて、うん。うまくなるもんですよね。ちょっとここ当ててほしいかも。当てれる、よし。これでかいな。これクラブインパクト嫌気はね、多分乗せる、あの多分ね、次リーザル決めに行かないとだ。アースショックか、血を走る。いやでも行くしかない、行くしかない。合体モンスターロマン見せてくれ、合体モンスター召喚のロマンはね、ワンチャンのリーザルにそれかけてるぞ。生き降りコンボ頑張る。あったどんぐらいだったの、ちょうどだ、いったな、めっちゃ感動的に勝ったね、よくやったわ。正直魔獣の爪と悪魔の爪に切り替えるつもりだったもんね、俺シルバーデビルのために。いやまさか勝つとは。いや大木ですとくね、今月はいい仕事してた、正直決勝戦で急に会心どかどか出したもんね。いやーよかったよかった。あとね、俺確信したことがあるんですけど、ライアンチャレンジって無駄にならないっすね。なんか、つばせり合い今回めちゃくちゃ調子良かったっすもんね。マックスではなかったけども、やっぱ、あれだね、過酷なモンバとチャレンジっていうのは人を強くするんだなと。まあ、この調子でね、残り1つ、賢者も、またやっていきたいと思いますんでね。バトルマス、久しぶりに、楽しいプレイだった。最近もうめちゃくちゃなプレイしかしてないからやろ。